アニタウォードはアメリカ合衆国の歌手、音楽家、ディスコソング、リング・マイ・ベルの大ヒットで知られる。なお、日本では一般的にアニタワードと表記されてきた経緯がある。テネシー州メンフィスに5人兄弟の長女として生まれる。2歳から人前で歌い始めたとされるほど早くから音楽に興味を持ち、少女時代はメンフィスの様々な教会で独唱者として、 活動していた。地元のサウスサイド高校を経て、合同メソジスト協会参加のラストカレッジに入ると、後のマネージャー、共同制作者になる、同大学の理事チャック・ホームズと出会う。チャックは、ある日、新流生のアニタがキャンパスを歩きながら歌っているのを耳にした。その歌声に感銘を受けたチャックがアニタに声をかけたのが、プロデビューのきっかけとなる。 大学在学中はアカペラが唱団に所属しゴスペルカルテットとしてレコーディングに参加している。心理学の学位を取得し同大学を卒業したアニタはメンフィスの小学校で代用教員をしていた。アニタのプロデビューのための曲作りとレコーディングを進めていたチャックは音楽プロデューサーシンガーソングライターのフレデリック・ナイトにアニタを紹介した。チャックの例に漏れず、 アニタの歌声に感銘を受けたフレデリックは、ステーシー・ラティソーのために書き上げた楽曲を惜しまず、提供する。しかし、当時まだ、ローティーンであったステーシー・ラティソーに合わせた歌詞にアニタは、気が乗らず、詩の内容は書き直された。また、バラードを歌うつもりでいたのを押し切ってフレデリックは、賭けに出た。こうして完成させたのが、ディスコソング、リング・マイ・ベルである。 同曲は1979年5月にリリースされ、同年夏にはビルボードホット100をはじめ全米1位を記録し、大ヒットとなった。同曲はこれまで多くのアーティストによって、サンプリングやリミックス、カバーされ、受け継がれている。それ以降のアニタは、ヒットに恵まれずにいたが、1981年に交通事故に巻き込まれて、頭部外傷を負った影響で、 発生に関わる花の病気を患って活動休止を余儀なくされる。翌年には病気が回復するが家庭に入るためにしばらく表舞台から退いた。現在は故郷のメンフィスで暮らしている。ありがとうございます。